どうも、ヌルです。鬼武者3続きを遊んでいきたいと思います。ノートルダム寺院を攻略しております。はしごをかけられる場所があるはずなんだよね。あ、戻ったとこかな。の方がいいかな。魂吸収速度する速度は。早いからね。ここに縄はしご。金の骸骨ゲットということは銀の骸骨とかプラチナの骸骨とか金メッキの骸骨とかがあるのか。よしよしよし、こりゃ骸骨、これは使いますよ。近づいてみてください。金の骸骨。それ行くぞ。貴様。待っていたぞ。約束通り面白いことを教えてやろう。今時のねじれの研究中でな。時のねじれ、この研究を完成すれば時間を自由に飛び越えることができる。そうなれば信長様をはじめ大勢の現場がこっちへやってきて虫けらどもを滅ぼすだろう。この世界も現場のものになるのだ。黙れ、そうはさせるか。虫けらは虫けららしく、地獄へ行け。待て。てか大勢のゲーマーを連れてくる前にもっとさ、賢いやり方があるんだけど、そこに気づいちゃってもダメなのかな。たが乗ってた船だよ。どういうことだ。わかんない。あたいちょっとジャックの様子を見てくるよ。ん？あれ？どうした？いつもならこれで時間をひとっ飛びできるんだけど、よくわかんないけどここって時の流れがおかしくなってるみたい。時が？何か手がかりがありそうだな。時空の狭間っていうかそんな感じの場所なのかな。時空が一定ではない場所みたいな。時空転送の書。時空転送装置を使うことにより、アコを過去のジャックと未来のサマノスケとの間を自由に行き来させることができます。預ける現在のプレイヤーの道具をアコに預け、もう片方のプレイヤーに渡します。中には送ることのできない道具もあります。転送アコをもう片方の時代へと送り出します。戻る転送装置の画面から抜けます。あ、これがそうなんだ。おお、戻ってきたか。なんだか変な場所だな。ここが玄魔の基地なのか。それがね、今未来のサマノスケも同じ場所にいるのよ。しかもこれと同じ船がそばにあってね、ボロボロなんだけど。まさか過去と未来がつながり始めたのか。それってまずいことよね。ああ、大いにまずい。未来がめちゃくちゃになっちまう。なんとかするぞ。こっちの道具を12個になっちゃった。よけれないというか一戦できなかった。敵多いな。セーブしてます。海底神殿。違う。こっち強化しとこうかな。強化しときたいけど多分足りないよな。あ、足りた。よし。なんかぐるぐるしちゃった。これはなんだろう。黄色い炎。このままでは入ることができない。ここにあるってことはこれ使うとかな。違うな。なんだろう。手前のエリア関係ないだろう。なんか属性が関係してるような気がするけど。なんかないかな。なんだろうな。海底神殿。か道具が必要なのか。光ってる。向こうに送らなきゃいけないアイテムなのかな。階段出てくるし、とりあえずこっちの時代で先進んでみましょうか。なんかあるかもしれないし。先進めないんかい。受け取って階段が出てくる。でアコの装備は。水が溜まってるけど、ここはこういうふうに行けるから行っちゃうよっていう。左の角を失った竜の装飾が不自然な向きで止まっている。動くよね、下にいるよ。どうやら謎が解けてきたみたいですね。お前はギルデンスタンはここで時のねじれ装置を作ったんですよ。まだ未完成ですがね。ねじれ装置だと？それはタイムマシーンのことだな。いえ、その装置はどこにある？ご自分で探されることですね。万人にはお気をつけて。万人これ下かな、上に行く。これ嫌だな。全然攻撃できない。えないけど。なんとなく動かしただけで終わっちゃった。千葉高田。おお。これ上いけんじゃね。あ、これ投げれたんだね。そうだよね。掴めるもんね。パコさん、持ってきて。マニアックに助かりますね。左手の。じゃ何もないよ。これ上の階はこれ扉じゃないのかな。扉っぽく見えるけど。扉じゃないかな。これで降りて、あっちの左は何があるの？出たー。血が噴き出ている。血属性ないな。じゃあこのダンジョンっていうかこの話で3つ目の武器が手に入っちゃうのかな。下へ参ります。なんか動き出したよ。刺してで向きを直すと水位が下がって先に進める感じかな。そうだな。サマノスケの方も変わってるってことは、サマノスケの方でもこれは行かなきゃいけないんだね。ダンジョンをこううまく利用するってやつかな。痛いな、痛いな。の方も変わってるっていうんだったらこれをもう一回外して取り外す。あ、そっか。でうんまあまあ戦争未来に帰ってきましたよ。あ、ついてるね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。